皆さんお疲れ様です。風のしずくです。今日は、前回言ったかな、ピアス作りたいと思います。型はこれの、これを使います。こんな感じでね。それでこっから半分で色分けをしたいんですよ。で、ちょっとこうやったこれ、ね、透明だから見えないの。これでしょ。透明だからね、見えない。ちょっと待って、探す。ありました、これ。ここの、こことここに合わせて切りました。わかります？で、ちょっとね、波打ってんだけど 大丈夫かな？ちゃんと下についてなきゃ意味ないんだよね。固定した方がいいのかな。いや、これでいきたいな。こんな感じね。わかるかな。で、色なんだけど、ブラックか白で迷ってるんだけど、やっぱりブラックかな。ブラックいきます。で、なぜかベトベトしてる。嬉しい。これ本当にブラックになるのかな？なんかグレーになっちゃうイメージ。ああ、マーブルって言ってもあるのね。いや、でもブラックでいこう。ああ、入れすぎたかも。これ入れすぎたら固まらないのかな。どうなんだろう。あ、でも完全なブラックだ。まあ2つ作るんでいいかな。いけっかな、これで。はみ出ないかな。怖いけど。下の部分ですね、に入れていきます。きちっと端っこまで。で、ちょっとこれで一回硬化しちゃいますね。怖い。硬化します。伸びが足りん。はい。ちょっと黒を入れすぎたので、多めに時間使ってやってます。で、その間上の部分ですね、作ります。で、これは私は金箔を使います。シェルパウダーでも、なんだ、ブリオン、まあ、入れるものは自由です。私は、金箔をガツンと入れる。ついてないかな。大丈夫かな。
なるべく細かくします。で、いけるかな、怖い。取れた。こんな感じ。たらこの上ですね、にこの金箔を入れます。縁ね、強調する感じにします。ブラックとの境目をちょっと強調する感じ。で、ここね、変に穴が開いてるから逆に難しいんだよね。まあでもいいかな。後からまた、なんだっけ、こう穴開ければいいから気にしないでやっちゃおうかな。後ろから穴開けるあれで、ね、一番上は金箔を入れたくない。けど端っこまでしっかり。この境目はね、金箔を多めにしたい。こんな感じ。これでまた硬化します。固まる前と固まった後わかんないですけど、こんな感じで、最後に、コーティングしていきます。で、こっちだとね、ちょっとなんていうの、濃い濃度がなので、こっち使います。仕上げはもったいないけどね、これ自分用なんでね、もったいない。人に渡すあげるのなら全然いいけど、いけてなかったら最後にもう一回塗ればいいかな。とりあえずね、抜きたいから、こんな感じだな。で、またこうか。これあくまでも、前回も言ったんですけど、普段にこう使えるやつ。なんかね、いろいろ作ったけど、いろいろでもないか、作ったけどみんなごつい。今休みがね、連休とか決まってないし、まあ連休があってもどっか出かけられるわけでもないので、なんだろうまたゲームの音入ってる。気軽につけれるやつ、まあそれこそね、パール1個ぶら下げるだけの、アクセサリーでもいいんですけど、まあ一回やってみたいデザインだったので、黒と金箔、一回やってみたいデザインだったので、このデザインを選びました。触るの怖いんだよね。固まってるね。取ります。あ、黒いのがちょっとだ。やばいなこれ。
黒いのがね、下の方がやばい。ちょっとね、これ黒足します。下の、あ、そうだよね、そりゃそうだよね、一回外して裏もやるべきだったんだよね。でも大丈夫です、黒余ってます、ちょっと足します。本当にちょっとなんだよね。でこれやったらまたレジンであれするので、はいはい、そしたらまたこれね、裏面薄く、私気泡あんまり気にしない人なんですけど、気にする方はかき混ぜすぎないでやるか、エンボスヒーター等で飛ばしてください。これね、固まった後と固まった前がわからないからね。はい、そうしたらですね、この穴に通していくわけですがどれが入るのかな、ちょっと大きめじゃないと入んないかな。穴ちっちゃいの入れたいけど、多分ちっちゃいのは入んない、中くらいで入るかな。これぐらい、これが中でしょ、これが小、こっちがね大、もっと多分ちっちゃいのもあると思うんだけど、それは入らないから、こっちかこっち、はい、できました。でこの穴のところ改めて穴を開ける、おい違うじゃん、蓋が取れなくてどうするんだ、え、取れないですけど、これはい、どういうこと、ちょっと待ってよ、ガリガリしてるのでやった方がいいのかな、あのすいません、うるさくて、最近休みが被るんだよね、息子と。これでいきます。あ、これでかいのじゃないと無理だな、多分高さが結構ある、ダメだね、これえい、こっちでいこう、大丈夫かな。穴の位置が結構高い位置にあるから、大きいやつじゃないとダメだね。使えない目抜き、これなんなん、マジ文句ばっかり、こっち行きたいけど無理だろうな。だこれで入るのかどうか問題は、入る、それで私は先月ピアス
を開けましたので、ピアスです。ドンキホーテでね、聞こえてた、ドンキホーテでね買ってきたピアス開けるやつで、まあ今騒いでる息子はピアス開けたいって言うんで、私ももともとピアスだったし塞がっちゃったからな、開けようかなってノリで開けました。いい年こいて、はい、分かりにくいけど出来上がり、つけてみます。あ、ちょっと待って、まだピアスこれ、よいしょよいしょ、わかるかな、久しぶりのピアス、数値がすごい。ちょっと一回止めるね。あれつけたんですけど、ちょっとね短いから分かりづらいけど、ピント合ってんのかな、それも確認できない。はい、こんな感じです。今日は普段使いでねつけれるピアスを作ってみました。はい、出来上がり。白でもよかったね、こっちブラックでこっち白とかっておかしいのかな。まあいろいろこれからね、どこも出かけられないながらもアクセサリーは作っていきたいと思ってます。よし、20分経ってない。前破損したデータっていうのはアプリが、まあ編集アプリに月々まあ何百円かお金払ってるんですけど、そのアプリが更新されてなくて、それでつなげたデータが破損するということが起きてたようです。で、復元したら多分大丈夫だけど、まだ怖いから、つなげるものはまだ分かんない。今ちょっとポーセもやってほしいっていうあれも来てるんで、ポーセは絶対つなげないとできないんでやりますけど、それと前はマイクも使ってたんですけど、前マイクで撮ってマイクをね入力してあれしたら、今度声が入ってないっていうことがあったので、今マイクもつけてないです。聞き取りづらいかもしれない、ご了承ください。ということで今日はねこんなピアス作ってみました。両耳はサムネであげようと思います。はい、ちょっとねこれ念のためにもう一回あれす、うるさいな、もう一回あれします。はい、今日もお付き合いどうもありがとうございました。ここだけ綺麗にする。はい、おうち時間お付き合いありがとうございました。またいろんなもの作っていこうと思います。ちょっと仕事の関係でね、新しいものが入荷できないんで、同じようなものをこうルーティンで作っていくって形になると思いますけれども、作っていこうと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。はい、それでは次、また次の動画でお会いしましょう。風の雫でした。さよなら。